スピカさん教えてください。曲の練習をしてフィルインを早く叩いてしまい、リズムがずれてしまいがちなところを、教師の先生はフィルインは重く叩くと教えてくださいました。重くとゆっくりは違うのでしょうか。重くとゆっくりはね、多分違うと思うんですけど、その重いとゆっくりも多分ね、その人のニュアンスによって変わるんですよ。なので、フィルインは重く叩くって言われた時の先生が、描いている重さと、そのこちら側が思ってる重さの違いっていうのはあるんですよね。その人の重さのそのイメージって多分違うと思うので、なので、その重いってどういうようなものをイメージしてますかみたいな。っていうのを聞いてもらった時に、例えばその先生が、例えば誰々みたいな、こうブルーハーツのドラムの人のバン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 みたいなこの感じとかっていう、なんかその具体的な、その何でしょう、その先生が考える重さを出してもらったらそれに近づけていけると思うんですけど、なんか言葉だけのイメージだと結構難しいところもあるので、なので、先生が描いているその重さの、そのドラマでもいいし、そのバンドでもいいし、曲でもいいので、それを一回聞いてもらって、先生の考えるその重さって何ですかみたいな、っていうのを一回聞いてもらってもいいかもしれないですね。その時にはこのメタルのね、ドゥン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 、こんな感じや、みたいな、人もいるやろうし、また違う重さをイメージしてる人もいると思うので、なんかそれをね、そのなんかニュアンス的なものは、なんかその人のルーツを聞いてもらうのがベストだとは思いますかね。